NWA7325 とは、エーコンドライトに属する石質隕石の一つである。史上初の水星起源の隕石である可能性が示されている。NWA7325 の目立つ特徴は、表面や内部の一部が濃い緑色をしていることである。表面は地球に落下した、際の大気の断熱圧縮で誘拐した跡があり、緑色から黄色をしている。 これは少量のガツイン石に見られる特徴ではあるが NWA7325 の色はこれらより濃かった。また内部には緑色の鉱物である陶器石を含んでいる。緑色の由来はこの陶器石がクロムを含んでいるためである。クロムの量は陶器石に含まれている量では CR2O3 で 1.0W% に達する。 NWA7325 は、クロムを大量に含んでいる時点で、すでに興味深い隕石であったが、さらに重要なのは、カルシウムとマグネシウムを大量に含んでいるにも、かかわらず、鉄はほとんど含んでいなかったことである。これらの特徴は、水性探査機のメッセンジャーによって観測された、水性表面の元素素性に一致する。やや眼科奇跡が豊富にあり、 カルシウムが多すぎる傾向にあるが、これは NWA7325 が水星から飛び出すきっかけとなった隕石衝突がかなり大規模であり、近くの奥深くから放出されたものであると考えれば説明がつく。また NWA7325 は微量元素が非常に少ないことも特徴として挙げられる。具体的にはセリウム 0.34ppm。 ユーロピウム 0.58ppm、ハフニウム 0.44ppm、トリウム 0.27ppm などである。NWA7325 の破片は全部で35個あり、総重量は 345g である。最も大きな破片の重さは 100g 以上ある。タイプ標本の質量は 21g である。上記の通り、NWA7325 は、 水星隕石としては、初めて可能性が示された隕石である。しかし、本当に水星由来であるかは、確証が得られていない。そのため、以下のような検証方法が提案されている。まず、NWA 7325の残留事情を、調べ、それが、水星の磁場と一致するかを調べる方法である。しかし、隕石を発見するために、 モロッコの遊牧民が用いる強力な磁石によって残留事情が消去されている可能性がある。あるいは NWA-7325 のマグネシウムの同位体の比率をメッセンジャーが測定した水性のものと比較する方法もある。これは技術的に難しくエラーが大きくなる可能性がある。また NWA-7325 の破片を 誘拐させた上で再結晶化させ、水星表面の状態を再現する研究が期待されている。これは、水星探査によって、未だ得られない、水星の物質的なサンプルを研究できる点でも、重要である。しかし、すでに1オンス程度の破片が分析に使用されており、残りの破片も、研究者に対して、分析をする機会を平等に与えるために、購入者のステファン・ロールーが、 販売や譲渡をせずに所持している。これは仮に市場に出されれば1ムあたり5000ドルに達するほど貴重なサンプルであるためである。仮に NWA3725 が水星隕石ではなかったとしても、この非常にユニークな特徴を持つ隕石がどの天体から来たかが問題となる。なお NWA3725 が地球に飛来した年代は不明であるが、 隕石に含まれる鉱物の結晶に宇宙船によって生じた傷の量を調べることによって宇宙空間に漂っていた年代を測定することも検討されている。NWA-7325 は研究者が直接砂漠で発見したわけではない。NWA-7325 は2012年4月にモロッコのエルフードでドイツ人隕石ディーラーのステファン・ロールーによって 他の隕石と共に購入されたものである。NWA-7325 は、モロッコ南部で2012年初めに発見されたと、されている。産地や、発見日時の詳細が不明なのはこの産地の、隕石ではよくあることであり、NWA-7325 に限った話では、ない。なお、NWA-7325 の研究は、 珍しい隕石の研究に詳しいワシントン大学のアンソニー・アービングが言った。NWA とは、ノースウェストアフリカの略称であり、西北アフリカのことを指す。サハラ砂漠では、隕石が非常に多数発見されているため、NWA の後に登録番号を入れたものを、隕石の正式な名称として登録している。ABCDEF ミティリティコルブレティンデータベース。 ノース・ウェスト・アフリカ、七千三百二十五、ハット・ abcdefghij 経済。ファースト、エバーメテオライト・フロム・マーキュリー、スカイ＆テレスコープ。ありがとうございます。